はい、今回は気になるガチャガチャを見つけましたので、3回回していきました。目当てのものがね、3回目で来ましたので、3回ということで、まあね、これはね、1回できたら、1回でね、終わらせたかったガチャガチャではあったんですけれども、早速ね、中身を見ていきたいと思います。ポケットけん玉の第4弾です。このね、シリーズは1個も買ったことがなく、まあね、出てんのはね、知ってたような、知ってないようなという感じなんですけれども、クオリアさんのガチャガチャで1回300円のものになります。書いてある通り、クオリア主催のポケットけん玉デザイン商品化コンテストの、まあ、優勝者っていうのかな。まあ、採用された方のね、デザインがラインナップになっています。ラインナップがたこ焼きにおにぎり、で、アース、カカシ、スズメ、アザラシというね、まあ、それぞれ上にね、誰が作ったかっていうのがね、記載がありますが、とっても可愛いですよね。まあね、自分の狙いは何と言っても、スズメです。じゃん、これ。これですよ。もうね、スズメがラインナップにいるとちょっとね、おって目引いちゃうんですよね。いや、とっても可愛いなと思って。これはね、スズメが出るまでやらなくてはというね、気持ちになりました。そして1回目。1回目に出たのが、こちら。アザラシ。いやー、可愛いですね。目当てのものではなかったんですが、とても可愛くて、これもね、当たってくれてとっても嬉しいです。はい。そして2回目。2回目はね、アース、地球が出ました。地球儀は、適当って感じだね。ちゃんとした地球儀にはなってないですね。デザインされてデフォルメされた地球儀になっていますが、なんとなくね、日本はないよね。オーストラリアか。これがオーストラリアだとしたら、ここら辺にあるべきなんだ、日本は。こっち側がね、ユーラシア大陸なのかな。こっちがアメリカっぽいよね、ちょっと。うん、いいですね。ラスト、3個目。いや、3回で来てくれて本当に良かった。はい、ということで、目当てのスズメが出てくれました。いやー、いいですね。めちゃめちゃ可愛いです。ちょっとね、無理やりね、紐の位置がおかしかったんで、ちょっと回したら、ちょっとなんか浮いちゃったような感じになったんだけど。ちゃんとね、素材が木っぽい素材なんですよね。木の素材。木っぽい素材というか木なのかな、これ。いいですね。ちょっとこれ以上やると怖いんで、ここまでにしとこう。これが、入れるのはちょっと怖いな。折れちゃいそう。可愛いです。スズメ。めちゃめちゃ可愛い。いやー、よかった。ちょっとこう、パッと見た感じ、たこ焼きとかも人気ありそうだなっていうふうに思いますし、おにぎりもなんかご飯の表現が結構うまい感じでやってるみたいで、いいですよね。で、おにぎりはなんかね、この柄の部分っていうんですか、もっちのところも、なんかご飯粒のプリントがついてたりとか、結構細かいですね。うん、スズメに関しては、結構イラスト通りというか、まあ実際にね、遊ぶことができるように作られているようなんですが、まあ自分的にはね、まあ、遊ぶよりかはもうちょっとこのまま飾って眺めておきたいという感じのね、ガチャガチャでした。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。